どれどれ、じゃあ、いきますか。で、ダメしね。これはカットしてもいいかな。え？ちょっと。あ、なんかいる。おうおうおお、たむろしてるの。あら、もう普通にそういうところにいるんですね。足で蹴った。弱い。抜いちゃうしもこれってため攻撃は、チャージは、チャージないし。普通に刃物で切ってるからね、キャーっていうのが正解だと思うけど。あ、間違えた。こっちだね。こいつか。箔がつく。踏み台となっていきますね。ゴッド現像。この狭い中で。掴むこともできないんだ。あ、倒した倒した。なんかもらえる？お、諦めたわけではないですから、ね、銀の皿。なんだ、まだ出てくるの。なんか技を覚えたりとかしないの？そういうのがないんだったらこれ全部全カットだけど。ここにもいた。あ、強そう。コンビニハンター。針金全部いただく。やられちゃう。危なかった。コンビニでバイトする。銀の皿しか食んないの。ちょっとやだな。じゃあちょっとここで飯食うか。スマイルバーガーで飯食ってから3匹目これかな。ボクサーかな。あ、またボクサーだ。ボクサー藤木、この間も戦ったけど、ただボクサーには悪いけど、こっちはドスを使うで。同じのばっかりなのかなこれ。同じの。ちょっと違うのみたいな。おしまいだ。ダンサースタイル。
あ、全部銀の皿なの？つまんない。なんだこれ、全部カットね。もうここからスタートするわ。なんだ、じゃあサブストーリーでも何でもなかったんだ。でもあっちこっちに人いる、たむろしてる。まあ、いいか、スキルか。はあ、え、なあなあ、あらららららら、何があったの。ああ、みんな、西田が、上松？エイド教一人やないんか。ああ、まあ真島の兄やんなら一人ででも行きそうだわ。占領通りの東、またこれ戦ってもさ、何ももらえないんだよな。これどうしたらいいんだろうね。これもカットかな。一応なんかもう一回いるみたいなんで。マッスル藤木、カムロ町の猛者、ほら普通に四角ボタン連打で十分。金の皿、あ、やっぱりお金だけなのかな、もらえんの。あとどこにいる、お、いたの、こいつかな。アンブッシュ、アンブッシュ黒沢、アンジャッシュ、そういうわけじゃないか。だって十分。また金の皿、つまらんの。どこにもいない。あ、こっちだ。こっちだ。あ、なんだ、侍がいる。日本人じゃないのかな。普通に刺さった十分。また金の皿。それだけか、つまらんの。意外とまだ多分これ2話目で十分だな。じゃあ続ける。どこだ事務所は。これか、あ、上松組って書いてあった。妙やな。もうムービーになった。あら、あらら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 、上松。あら、
ライバルの団体だと思ったのに一発でやられとる。1位だったのに。え、何これ。続きの章は解放されてません。プレイするには本編を進める必要があります。どういうこと。そう、何これ。あ、なんか手際よくできるっていうわけじゃないのね。わかんないから全部にお金かけちゃう。求人を出す。スタッフ募集。アットホームで明るい職場です。一番前のやつは言っちゃダメでしょ。どれどれ。キャバクラと同じかな。将軍。これを射程にしてくれませんか。あら、もう一回やってみようか。100万切るまでやってみようか。育ちやすお。誰だろう。これまだやんない方がいいかね。なんかそのうち仲間になるやつなのかな。誰も来ませんでした。こういうのもあんのね。武井、よろしくお願いします。ここまででいいか。藤波の鹿、真島建設を守れ。敵兵331人。真島建設業務開始だ。あ、ムービーになっちゃった。あ、藤波辰巳。全然やり方がよく分かってないくってね。これ難しいですよね。施設を守らなきゃいけないから、なるべくその相手の方向のところに置いといた方がいいんでね。刑事さんいるけどね。これ見ててくださいね親父。近江連合もいるから。やるぜ。こんな感じ。にも穴開いてんのか。お前ら指示に従えよ。こんな感じ。準備はいい。このまま守りきれ。こんな感じかな。逃げられちゃうな、やっぱり。よし、いい調子だ。
あれもう終わり。このまま守りきれ。何にもしてない。よし、いい調子だ。守りきれ。調子だ。全員で行け、全員で。見ててくださいね、親父。ホワイトイズ行きたい。いや何やってんだかよくわかんないね。なんか合ってんのか間違ってんのかもわかんない。二人やられちった。歌ってる。いい戦いぶりだったぞ。評価 S。でもなんか実感がねえっすな。こんな感じか。よし、じゃあ今回は真島編を2つほど多分やってるかな。それぐらいで終わってると思うからね。じゃあ次回は今度こそメインストーリーいきたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。